こんにちは。仙台放送の YouTube チャンネルへようこそ。アナウンサーの下山勇樹です。テイクアウト企画の第2弾です。思ったよりも早くできました。ありがとうございます。前回は餃子スタンド川口さんで餃子などをテイクアウトさせていただきました。本当に美味しかったですね。実は動画公開の翌日にお電話いただきまして、なんと YouTube を見て買いに来たと言ってくださった方がいるみたいなんですよ。本当に嬉しい情報ですよね。動画を見て買いに行こうと思ってもらえたこと、本当嬉しいなと思います。ぜひ今回も少しでもプラスになるような情報をお伝えできたらなと思います。まあ今回もみんなが好きなもので行こうと。餃子の次に来るのは、そう、カレーです。カレーです。カレーもみんな大好きでしょう。まあお店を探すのに SNS を駆使して、まあ、サーチをしたんですが、なんと見つけてしまいました。ご紹介しましょう。こちらです。昼カレー中原さんです。メニューがこちらなんですけれども、カレーがまあ数種類あります。まあトッピングなどもできるみたいなんですけれども、まあ、場所が蝶々結び。仙台でも予約が取りづらいと有名な大人気の居酒屋さんなんですが、そこの従業員の方がお昼にその店を間借りして営業をしているそうなんです。それでは早速蝶々結び昼カレー中原さんに行ってみましょう。さて、仙台市青葉区上杉1丁目にやってきました。最寄り駅は地下鉄南北線北四番町駅から徒歩 3,4 分といったところでしょうか。まあ、観光庁、そしてオフィスビルが近いということもあって、この道には結構居酒屋があります。奥に見える高い建物が宮城県庁です。今回もオズモポケットを使ってセルフでの撮影、そしてその後の編集もやっていきたいと思います。前回より見やすくするのが目標です。実は蝶々結びさんはプライベートでも何度も利用させてもらったことがあって、本当に料理もお酒も美味しいですよね。特に焼き魚が絶品でね、本当早くみんなで飲める日が来てほしいなとただただ願うのみです。そんなこんなで到着しました。こちらが蝶々結びさんの店舗です。入り口から雰囲気のいいお店なんですよね。そしてメニューボードがあります。昼カレー中原テイクアウトやってます。テイクアウトできるそうです。もともとカレーが好きだったのもあったんですけど、研修があって大阪にカレーブレンカーみたいなのをその時ちょうど来てて、スパイスカレーを食べてきたんですよ。で実際にこっちに帰ってきて、ちょっとじゃあ食べてきたスパイスカレーを作ってみたいな。そしたらそれがすごい駐車場とか店長とか食べて美味しいって、それがきっかけでも始まったカレー屋さんで、特殊な匂いとかはあえてつけないように、まろやかなものはしっかりまろやかです。でスパイシーなものは分かりやすくスパイシー、日本人の人でも食べやすいようなカレーしようっていうのが本当にずっと独学でやってきたので、皆さんありがたいことに美味しいって言ってもらえてるんで、良かったなと思います。さて会社に戻ってきました。ではメニューご紹介します。こちらは手前がズッキーニとラムのキーマカレー、奥がエビスープカレーとなります。この緑色のカレーが南国風グリーンカレー。今回カレーは3種類です。そしておすすめだということでサンドイッチもテイクアウトしてみました。こちらがタンドリーサンド、そしてアジフライサンドです。では早速食べてみましょう。まずカレーを2種類いただきます。ズッキーニとラムのキーマカレーだそうです。まずはカレーだけいただいてみましょう。スパイスの香りが口の中に、かなり広がりますね、これ。食べれば食べるほど口の中に香りがドカンと広がってくる感じ。20種類以上スパイスを使っているそうです。辛さも絶妙ですね。とにかくうまい。続いてはエビスープカレー食べてみましょう。スープカレーですので、ご覧の通りシャバシャバなカレーです。エビの旨味たっぷり、香りもすごいです。見てください、大きなエビも入ってます。エビの旨味とそのスパイスの絶妙なハーモニーとも言いましょうか。もうこの広がりがもう何度でも欲しい。美味しい。
すごい楽しんでます。自粛生活ステイホーム、料理にもゆっくり時間をかけられるし、部屋の掃除にも時間をかけられるから、もう部屋もどんどん綺麗になっていくし、焼き木酒師の資格をこのタイミング取りたいなと思って、ちょっと時間を見つけては勉強してます。リモート飲み、もう女性同士だと特に話が尽きないので、永遠喋って楽しい。南国風グリーンカレーです。いただきます。鶏肉もゴロッと入ってて食べ応えがあります。このターメリックライスに合う。あ、ちょっと甘みはあるかもしれないです。フルーツの甘み、言われたら分かるけど言われないと気づかない。しっかり煮込まれてる感じがする。いやー、味に深みがありますね。いやー、これ最高。いや、私出たかったんですよ、下山さんのテイクアウト企画。もう嬉しい。唐揚げとかハンバーグとかカレーももちろんですし、その小学生の男子が好きそうなものは人通り大好きです。すごい増えたというか毎日1時間ランニングやってます。タンドリーサンドです。いただきます。タンドリーチキンがどっさりと入ってます。いただきます。カレーの風味がしっかりと、カレーの風味がピリ辛でちょうどいい辛さですし、もうみんなが好きな味。かなり分厚いサンドイッチ一つなのに、これ2つも入って500円ですよ。かなり満足感あります。めちゃくちゃ美味しいですね。アジフライサンドです。早速一口いただきます。うん、これにもカレー風味、厚みがあるので食べ応えが素晴らしいですね。フライの脂身と、で、そしてカレーのスパイス、それがパンに挟まって、このバランスが絶妙ですね。何個でも食べたい。まあ、お昼の時間忙しいという人もいると思うんですけど、まあ、そんな方にも最適なのサンドイッチだと思いますし、何より満足感が得られますから、ぜひおすすめしたい一品ですね。テイクアウト自体僕らが普段やってきたことじゃないので、普段出してるお皿っていうものからはまたちょっと別なジャンルになってきてるんですけど、あそこのお店になんかこうちゃんと飲みに行きたいなとか、食べて食べに行きたいなとかって、そういう風に思ってもらうための今はテイクアウトという形だと思います。元気に戻ってきた時に飲みに乾杯しに来てもらえるってすごく思います。こだわりのカレー、そしてサンドイッチ、本当に美味しかったです。蝶々結び昼カレー中原さんをご紹介いたしました。まあ、本当に適度な辛さと絶妙な旨味、本当に、まあ、スパイスがたくさん入ってるからか汗もじんわりかきました。まあ、ただカレーを食べると本当元気が出てきますよね。今回は取材ご協力いただきまして、お時間いただきましてありがとうございました。テイクアウト企画第2弾お伝えしてまいりました。まあ初回よりは撮影スムーズいったんじゃないですか。この企画に出たいと言ってくれているアナウンサー、実は結構いまして、本当にありがたい、ただただありがたい話なんですけれども、まあ、ぜひその流れで第3弾やっていきたいなと、やらせてもらいますかね、やっていきたいなと思います。仙台放送の YouTube チャンネルは、まあ、アナウンサーの企画もどんどん増えてきました。まあこれからも増えていくと思いますので、ぜひお時間あるときに覗いてみて、チェックをしてみてください。まあ、そしてついでにですが、チャンネル登録もしていただけますと我々みんなハッピーです。今回もここまでご覧いただきましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。